演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はトル業務スーパーのトルティーヤチップス、チリ味とチーズ味、2種類を食べたいと思います。業務スーパーのトルティーヤは前にも1つ食べたことがありますが、いや1つで1つの味だったんですけど、今回は2つのあります。ではまずこちらのチリ風味から食べていきたいと思います。多分形はどっちも同じなんでしょうね。はい、中身はこんな感じで、ちょっと見えにくいですね。あー、ちぎれたちぎれた。中にはこういうのが入ってます。ちょっとパキッといきますね。薄いからほとんど見えない。では、いただきます。この2種で考えるなら、自分は濃厚の方が好きですね。こちらのチリ風味の方はチリの刺激だけなので、ちょっと酸味もあって、おやつやお菓子というよりはどちらかというとトッピング向けのトルティーヤでしたね。サラダとか一緒に食べるとよく変化があって言ったそうです。ただ直接食べるとちょっとピリリとくるかな。なので好みが分かれる味だと思いますので、こちらの点数とさせていただきます。そしてこちらのチーズ風味はパリパリとしたトルティーヤチップスの中から結構濃厚なチーズの味がしてきて、こちらを口に入れて噛んだ瞬間にチーズの味が広がってとっても美味しかったです。チーズが好きな方にはぜひおすすめできる人1枚ですので、こちらの点数とさせていただきます。トルティーヤはポテトチップスなどと比べて硬めなのがいいですね。パリパリとした音をよく味わうことができます。それでは風花は柱になるかな、私のね。風花に支えられた人はなんだか真の強さを感じますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画の拡散していただけると嬉しいです。演舞パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。